いつも、手打ちだ、手打ちだってずっと言ってきてるじゃん。うん、もうやっぱりね、ボディターンだなと思ったんだよね。うん、結局は。うん。うん。うん、なの？いやいや、どういうことかなと思って。すごいこう、へりくつなんだけど、うん、やっぱりいくら手で打っても、体回るじゃん。うん、体回る。肩回せって言ってんじゃん。うん、体はやっぱ前向くじゃん。うん、だから、ボディターンだなと思ったの。うん、じゃあ、ボディターンでいいっす。まあ、そうなっちゃうんだけどさ。うん、そう。いや、わかるわかる。そうだね。平井宏明の、バンナップゴルフ。正面向いて打つことがないからね。このまんま。このまんまこうやって打つことはない。そうだね。うん。絶対前向くじゃない。うん。前ってその、打つ方向。そう、こっちを向くよね。向くじゃん。うん。そう。って思って、やっぱボディターンだなと思ったの。うん、っていうのが、手打ちっていうイメージだと、俺がね、たくさんの動画編集してきて、イメージでは、なんか腕を振り回すような感じなのよ、手打ちって。はい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 。だけど、いろんな動画でさ、左脇締めって固めるじゃない。ってことは、腕を振り回さないって思ったの。同調を意識するから、こう、腕を振り回さないんだよね。うん。単独行動っていうか、動いた、分要は体が向いた分しか腕は動かないっていう感じだよね。そうそうそう。で、半分より上は、多少こう、ね、形を作るために動くけどっていう。だけど、それが、その手打ちっていうイメージだと、うん、こう、体を動かさないで、このまま腕だけでブーンって振ってるイメージだったから、うん、あ、全然そうじゃないなと思った。左脇締めたら、うん、体と同調して回すんだなって、うん。で、ダウンスイングの時に右手を使って、うん、遅れないようにするってなると、うん、あ、腕をぶん回してるわけじゃないんだって思ってさ、うん、そうそうそう、体ぶん回してるっていうか体がターンしてるっていう、そうだよね、うん、で俺ね、うん、俺もねそういう話をね最近ここ 1,2 週間いろいろ考えて、うん、俺もそういう結論に至って、うん、それも登録に話そうと思ってて、うん、したら今たまたま言われたんだけど本当にあの俺が何を言いたいかっていうと、うん、レッスンで俺カタカナっていうかそういうことは使ってないなと思ったの。今日のレッスンもこの間のレッスンも、うんうん、理論の名前を言ってレッスンをしてないなって思ったの。ああ、そう、それはそうだね、多分ね、うんうん、その動き形をだけを言ってるから、うん、多分ナイスショットが出るんだなと思ったのね。ああ、うんうん、それに気づいたっていう。ああ、そういうことね。うん。それがねすごく思って、うん、一昨日の方なんて、うん、神奈川からかな確か、うん、ラウンドレッスンを先に受けていただいて、で2回目のレッスンで初めて打席だった方、はいはいはい、なんだけど、うん、めっちゃくちゃ理解をゴルフに対してもワンラップゴルフに対しても理解をしてる方が来てくださって、うん、何か一つやるごとにすごく、うん、じゃあこうなってればいいんですよねとかこれはありですかとか、うん、すごくそれの答えにこう近づいたニュアンスというか、なんて言った、うん、どうやったらうまく言っていいのか分かんないけど、うん、結局モデル次第ですよねっていう話なんだよね、うん、結局その打ち手がいないと何を言ったところで、うん、いいか悪いか判断できないってちゃんと分かってらっしゃる方だったのね、うんうんうん、例えば体重移動にしようかじゃあ、うん、体重移動をするにしても、うん、左手リードをするにしても、うん、打つ人がどういう使い方が向いてて、うん、どういうのがその方にとって一番強い球が出て一番いい球が出るかっていう動きを、うん、本人も知っててインストラクター側も見て分かってないと、うん、結局一つの理論が当てはまんないっていうような感じ、うんうんうん、そういうのがねすごく分かってらっしゃる方だったんでね、うんうん、うまく言えないけど、うん、だから、まあ変な話、何が言いたいかというと、レッスンがうまくいったんだけど、その方、特にね。でも、その、いつものうまくいったより、ちょっと一味違って。あ、そうなんだ。そう。なんだろう、撮っとけばよかったね、ビデオ。そうなんだ、一味違ったんだ。その次の日、トール君に、ノートに、うん、その、結局モデルがいないと、レッスンは成立しないっていうノートを送ったじゃない。もう、結局それなんだよ。動画でアーダコーダー言って、うん、アーダコーダー反論食らったり、うん、コメントもらって、うん、まあいいコメントはいいんですけど、こうじゃない、ああじゃないって言われて、うん、いや、そうだよ、そうなんだけども、誰にも言ってないし、うんうん、自分が思ったことだけ言ってるから、うん、別にいいんだ、今はって感じなんだよね。うんうん、でもやっぱりモデルがいると、うん、その人に合った動きだったり、うん、その人が感じることに対して会話をしながら、うん
スイングを作り上げていくものだから。はいはい、はい。そう、だから、一つのゴールに向かってても、こう途中脱線 しなきゃいけなかったりもするし、うん、で、またもちろん戻んなきゃいけないしっていうのを繰り返すわけよ。うんうんうん、そう、だから、敷かれたレールにこうズバンってまっすぐ行くわけじゃないよっていうことだったりもするんだよね。はいはいはい。うん、はいはい。それで、うん、ずれたところで、はい、みっけって言われても、そういうコメントに対してはあれってことね。あなたはそうじゃないのねっていうことだよね。まあ、そうだね、そうだね、そうだね。だからその方はそうだったんだよねっていう。うん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 、そうそう、そういうこと、そういうこと。そうだね。例えば、下半身を止めて、うん、上半身で打ちなさい。うん、いや、でも下半身動くじゃんっていうコメントが来たとしたら、うん、だって下半身から連動して動いてるじゃんみたいなことをもし仮に言われたとしたら、うん、あなたはそうなのねってことで。あ、そう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 。その方がいいね、言い方ね。当たり障りなく。当たり障りなくっていうか、そういうことでしょ？そういうこと、そういうこと。そう。だから、こっちで言ってる、動画で言ってることが、うん、に対してどうの言われたら、あなたはじゃあそうやってうまくいってるのねって。うん、そうそう。だからそうだねっていう話で、別にそれをいいとも悪いとも言ってなくてってことで。うん。下半身の使い方、要は止める一つにしても、うん。うん、うん。こうやって止める人もいれば、うん、こうやって止める人もいれば、いろいろいるわけじゃない。そうか、そうか。止め方っていうかね。そう。だから、これが例えばじゃあ移動してるだとしたら、うん、じゃあこれは何なのって、もうそういうことになってくるでしょ。そういうことじゃないもんね。うん。そう。それは別にどうでもよくて。そうだね。何のために、それをやってて、そういうふうに言ってるか、ってことだよね。うん。そのシーンがわかんないと、細かいことを上げ足取って、そう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 。そうじゃないってなっちゃうってことだよね。そう。だから、全部自分が狙ったところにナイスショットを打つためのことを、じゃあ全部やってるかどうかの確認をしてくれってことよ。やりたいことの確認じゃなくて。うん、結局そこになってくるじゃない、うんうん。何のためにゴルフのスイングを作り上げるかって、コースでいいスコアを出すためでしょ、うん。コースでいいスコアを出すためには何するかじゃない。うん、そういう風になってこれてない方がやっぱ多いよね。スイングの正解不正解を求めても、スコアとは関係ないから、うんうん、そのターゲットに対しての正解不正解だからね。あ、うん、しかも人によって違うもん、ね。人によって違う。ハイボールもいればローボールもいるじゃない、うんうんうん。ドローもいればフェードもいるでしょ、うん、ね。だから、自分の満足感も必要だけど、うん、それとそのターゲットに対しての球筋をね。うん、世の中じゃやっちゃダメだって言われてるけど、うん、それやって狙ったとこに行くんだったら、やりゃいいって話なんだよ。そう、やりゃいいの。すげえやっちゃって。本当に。だからいつもその話になるんだよ、結局。ゴールがね、そういうことだもん、ね。一緒になっちゃうよね。そうだよね。でも本当そうなの。やり方は、その方のオリジナルでいい。例えばじゃあ、そのナイスショットが出る動きの中に、ダメだと指摘された部分がある。うん、したらそのダメだと指摘された部分がどういうミスを今現状コースで招いてるかを把握することが大事で、ないんだったら気にしない方がいいよね。言われてるだけだから別にそんなのはいいも悪いもない。ちょっと話戻して、うん、さっきこうかなと思って、ちょっと遠回りをしてまた元に戻してっていうようなことを言ってたじゃない、うん、レールの上をね一直線にナイスショットに向かってるわけじゃないって、うん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 言ってたじゃん、うん、それはそうだね知ってほしいね、うん、勉強教えててもあるんだけど、うん、初めから完璧な解き方が分かってこう解くんだって、うん、解いて言ってるように感じるんだけど、うん、あできる人は、うん、けど実はこっちで考えてみたけどあこっち分かんないからこっちの方向から解いてみようってやるんだよねやっぱりおすげえ簡単だったらやんないよ、うん、すごい簡単な問題だったらやんないけど、うん、もう入試レベルとかになって考えてみたときに、うん、こっちの方向で進めだったけどここができないから、うん、じゃあこっちから考えてみやこっちだったっていうのがあるわけよ、うん、そういうことよねそうまさにそういうことそうだよ、ね、だ押してダメなら引いてみないじゃないけど、うんうん、だからそれを解き続けて、うん、いつになったら答えてるのか分かんないことをやってても、うん、しょうがないじゃない、うん、やっぱり違う方法をどん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 やってみた方がいいと思うんだよね、うんほんでこっちだ、あっちだって。そう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 。で、自分はどっちでしたっていう方がいいからね、うん。それで答えが出たのが多分一番自分の中で最短ルートだと思うんだよね。うん、で、一個のルートが決まったら、うん、じゃあまたもう一回復習して、うん、違うルートでやってみたらいいじゃん。うん、したらもっと最短が見つかるかもしれないし。それは実際のその人がいるから、さっき言ったそのモデルじゃないけど、うん、人がいればそれができるから、レッスンとして成り立つ。っていう話、うん。かもしれないね。
それは。だから、レッスン中でも相当3パターンぐらいからゴールに迫るからね。そうだよね。そうだよね。うん。1個でね、もちろん行く人もいるんだけど、うん、まあ、すごい数少ないよね。だいたい2、3パターンから導く感じ。それをじゃあ動画で喋ってると、うん、もう誰に喋ってるかがないから。そう。今日のレッスンの人、こうでしたって言ったら、うん、その人の説明をしてるだけだから。うんうん、ね。うんうん、だから、YouTube でこういう方法ありますよっていう動画にはならないよね。そうなんだよね。ああ原理とか、定義とか、そういうものを伝えない限りは、なかなか難しいよね、YouTube って。それ知ったところでだけどね。そうなんだよね。本当に。そんなこと俺一切勉強しないでプロになったからね。そうだから、確かにその、一番最初の話に戻すと、手打ち手打ちって言っても、もちろん、体はもちろん回転するし、やることは最低限やってるし、腰を切るっていうと、手打ちじゃなくてボディーターンっていうと、どういうボディーターンをするかにもよるんだよね。そうだよね。だからその、俺らが定義を知らないのがダメなのかもね、ボディーターンの。あ、なるほどね。あ、俺らがって平井が知ってるかもしれないけど、俺が知らないから。いや、俺全然知らないよ、ボディーターンなんて。ボディーターンをしてんのかしてないかもわかんないし、そのボディーターンを意識したことがないから、わかんないんだけど。そうか、確かに。だって、回すもんね。ただ、ボディーターンまがいのことは、めっちゃくちゃ丁寧に教えられるけどね。その、結局は、その人のパワーと、回転スピードと、結局クラブの入射に対して、どう回転するかだから、そんなのは別に、五択並べなくたって、見りゃわかるから。ああ、そういうことか。結局、その打ちたい球に対していつも言う、打ちたい球に対して、その入射をさせるのに、その人が体をどう使って、クラブをどう使うかのタイプを見極めて、あなたはこっちですね。手の割合が多いですね。体をこうした方が希望する入射になりますね。っていうのを見極めて伝えてるだけ。だから、そのレッスンをするとしたら、そのボディーターンのレッスンをするとしたら、もうちょっと早くっていう言葉と、もうちょっと回してっていう言葉があれば、多分、そのレッスン成立するんじゃない？そういうことです。それぐらいその、漢字とかそういう横文字いらないから、はい、もうちょっと上から下からとか、そういう言葉があれば、多分、それは全然できることだから。ああ、わかったよ。結局あれだ。ナイスを打つために、その入射にするために、こうやってねって、言った後付けとして、あなたは手打ちでしたね、体でしたね、の話。そう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 。そういうことだと思う。本当に。だからどっちだから、これ教えなきゃではないっていう。ない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 。間違いなくない。そういうことだ。ああ、いい動画になりました。ありがとうございました。本当にそう思う。トール君ね、そうやっていつもいい動画にしてくれて、ボーナス払わなきゃいけないね。うん、ください、早く。まあ、今の、もう、うちの収入だったら山田うどんぐらいで、はい。いいんですか？定食でいいですよ。本当ですか？フルセットで。やった。はい。奮発してますけどね。そう、確かに腕は手打ちって言って、そんなブンブン振ってはないかも。体のターン内というか、そう。正面にいられる分しか振ってないかもしれない。そうだよね。バックスイングで親の仇取ってるぐらいのイメージだったっけ？いつもやるやつ。いつもやるやつ。やってよ。そう。こういうやつ。で、手打ちだから振るときもそれでフォローまで振ってんのかと思ったの。わかる？こう、はいはいはい、腕だけ思いっきり動かしてみたいなイメージだったけど。イメージとして持っていただきたいのは、ゴルフのスイングって力がうまく伝えられる範囲って、分度器のこの円、半円、はいはいはい、あれぐらいなのよ。だから、親の敵を取ったら、比重がこっちが勝つでしょ。そしたら、インパクトの正面がこっちだから、本当のここのインパクトは緩んでますよってことね。ああ、その向きで半円になっちゃうってこと、ね、そう。この向きになるわけ。ああ、そういうことね。そう。で、ここが一番強いじゃん、正面。ああ、そう。だから、アドレスはこうじゃん。うん、で、ここが一番強いとします、うんうんうん。で、こっからだんだん赤が薄れてって、だんだん黄色になって、はいはい、弱くなります、うん。で、これが親の仇を取るとこっち向くでしょ。ここが一番強くて、ここはもう黄色になるじゃん。ね、そう。だからインパクト弱くて飛びませんよって。うんうんうん、ああ、そういうことか。そういうイメージをしてもらいたいの。わあ、すごいわかりやすい。うん。ガーッつって、ここに戻ってる人何人いるかよね。ああ。まあ何人とかもうどうでもいいんだ、そういう。そう、ここが強いってこと。そう。で、その強くガーンって打ったのを、こうやって持っていく。それがやっぱ飛ばせるから。あ、それなんか風車にも。ああ
つなげた、ね。そうでしょ？そうそう、そういうこと。そこが当たる場所になってくるってことだよね。そう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 。これと一緒。ねえ、そういうことだよね。だから、こっちにこうやって思いっきりやって、それをここまでもう続かない。うんうんうん、あ、そんなに長い時間インパクトしてらんないか。そうそう。そうだね。そう。そう、ほんとそういうところ。結構だから、手打ちって本当に手打ちをしてるっていうようなニュアンス。だから、うん、正面で本当ここに集中して、うん、体回転してるんだけど、ここでパンってちゃんとここで打ってるって感じなの。だから、ここら辺だけだよね。右手めっちゃ使ってんのって。そうなの。そう。それがそう思ったの。そう、だから、こっから、そう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 。そうそうそう。そうそうそう。ないってことなんだよね。そうそうそう。そう。ここでこう、ちょっとアクション加えてる。そう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 。そう、そういうこと。でもそこの瞬間の力の入れ方が半端じゃないじゃないの。ってことだよね。そう。いや、それ、それ、それ。うん、それ、今すごい、ぶん回しだじゃん。うん。そうだね。そういうイメージだった。こっから外れそうなんだよ。そうそうそう。じゃないんだよね。もうほんと正面なの。あって、ここで、だから、変な話、うん、動画を300本巻き戻すと、うん、手首ここっつったじゃん。言ってる。結局そこなんだよね。だから、こっからここを力んでるわけじゃなくて、うん、ほんとここなんだよね。ここ。ここの瞬間だけね。そう、そう。だよね。だから、うん、手首なんだよね。うんうん、そう、そこを、うん、ここで瞬間的に力んで、ヘッドをこっちに促しといて、それを送ってるから、うんうんうんあ。そう、それね、動画編集しながらね、左は固めて右手使うって言ってたから、どうやんだろうと思って、編集しながらこうやってみたの、机の前で。そしたら、左脇を固めたら、全然ぶん回せないわけ、腕が。で、それで右手使うって言ったら、本当にもうこの、インパクト前のところだけ思いっきり使うだけなんだと思って。あ、そうなんだって思ったの。だから今日聞いたの。なるほどね。うん。やっぱそうだよね。大体今の平均的な視聴回数って3000から8000ぐらいの間じゃない、うんうん、その中で一人だけ今から言うアドバイス、っていうかイメージがハマったらラッキーっていうイメージだけちょっとやっていい、うん、左グリップして、左脇締めて左腕最下手に伸ばすでしょ、したら、この辺持つの。はいはいはい。で、こういうイメージだ。左グリップ支点にして、こういうイメージだ。ここで、うん。そう。それぐらい右手を使ってヘッドをターンさして、うん、で、それの瞬間がここでポンって、ここの、これだけなんでね、うんうんうん。そう。こういうイメージ。こうじゃなくて、こうなの、うん。はいはいはい。こういう。はい。そう。それ俺、その一人に。そうでしょ。そう。で、動画編集してて、そういうことだなと思ったの。やんないのに。そう。だから、固定具はちゃんとあって。そういうことよね。そう。ちょっとした力点だけなんで。その瞬間めっちゃ右手使ってる。やっばいから。そういうことだよね。ああよくわかりました。だいたい二人納得して動画終わりっていい動画だよね。いい動画。うんうん。ありがとうございます。全然違う話になるんだけどいい動画。そう、でもほんとそう。腕は必要以上に動かしてない。で、体は回転する。だけど意識的にすごい力が入ってるから手打ちって言ってる。っていうぐらいの感じ。うん、そうだよね。うん。うんうんうん。正面向いては打ちません。そうですね。あ、なんで、トール君。手動かしてないって見つけた動画です。本当に。でも大事よね。そう。うん。やっぱ手打ちのイメージ、やってない人なほど、こうやって手を使うイメージが出ちゃうかもしれない。そうそうそう。そう。それだったの？もう本当にイメージとしてはもうこれぐらいだからね。うん、それぐらいの感じで相当最大限のヘッドを動かしてるような感じ。そのイメージを持って、ぜひ練習でやってみてください。あんまり大げさに動かないことをお勧めします。今回もこういう動画撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。